帝国の騎士団を追い払い払ましょう。リアナさん帝国軍の言いなりになる必要はありませんあの清流騎士団が動くだけの何かがリアナさんにはあると思うのですが大変なことになりましたねゾルムといえば遠流兵団の中でも将軍バルガスの右腕と呼ばれる腕の持ち主モーガンは一流の魔術師から編成される黒竜魔導士団のものですどちらも 手強い相手と見ていいでしょう。シェリーどこかであったような。あ、そうだ。ところで、リアナさんの件どうしましょうか確かに、カルザスなら、リアナさんを守ることができるかもしれません。どうやら、私の任務も終わったようですね。では、私はこれで。それでは、敵の迎撃部隊です 向こうの方が船足が速いので逃げられませんいよいよ敵の本拠地へ乗り込むわけですね。祭壇を見てくださいしかし、それでは父上はすみません。父上。まだまだ未熟でした。今まで、孤児の私を育ててくれて、ありがとうございました。何の、 恩返しもできずに死んでゆくご無礼を、お許し、ください。父上のご検討あのよ、父上しかし、それでは父上は、何をおっしゃっているんです、父上この、孤児の私を育ててくださったのではないですかあなたは、 いつまでも私の尊敬する父上です。もう、他に望むことはない。必ずやカルザスに着くので、天国で見守ってください。エルウィンさん、どうして魔物と暗黒は危険すぎる。いずれ、あなたも。暗黒は危険すぎるから、いずれ君も。 私の騎兵は相手の歩兵に強い歩兵は任せてください指揮官殿戦場の地形に注意してください地形は兵種にもよりますが兵の移動と攻撃力や防御力に影響を及ぼします例えば森の地形では騎兵は地形の影響を受けますが歩行部隊は全く影響を受けませんまた森の中にいる部隊は防御力が上がります山地ではほとんどの部隊の移動速度が落ちますが 飛行部隊は大丈夫です。同様に、山地にいると、防御力が上がります。森と山地以外にも、様々な地形があります。地形をうまく利用して、戦いを有利に進めましょう。あの、サルラスのスコットと言います。あなたの力になることができて、嬉しいです。あの、サルラスのスコットと言います。あなたの力になることができて、嬉しいです。私はサルラスのスコット、騎士です。 よろしくお願いします。ここに勝利を誓います。栄光は、あなたと共にある。どうかな少し、強くなったかな私の栄誉にかけて逃がしません私のことは構わず、前進するのです指揮官、ご命令を。おお、指揮官殿。私と共に、兵法を学んでみませんかその、 私は、父を超えた騎士になれるでしょうか。ええ、そうですよね。夢、ですかもちろん、騎士として歴史に名を残すことです。しかし、今重要なのは、目の前の戦いに集中することです。私は、私の剣と名誉、そして、命をお預けします。 騎士としてはまだまだ三流ですが、それでもいいですかはい準備できました戦場は常に変化しています。冷静に穴を見出して対応できる者こそが勝利を収めるでしょう。なるほど目から鱗が落ちる考え方です騎士の名をかけて、絶対魔剣を封印します戦闘中に、 騎士の約束を破ったのですか私なら、冷静でいられないでしょう。少し疲れましたね。ありがとうございます。うー急に楽になりましたね。あはは。あなたのおかげで、見事な戦略を思いつきましたう。考え中に邪魔しないでくれますか 邪魔しないでください。静かにさせてください。<laughs> あなたと一緒に戦略を練るのは勉強になります。いろいろ教えてくださってありがとうございます。